改めまして、入れ墨モデル&入れ墨女子たちのプロデュースをしている水木さん、またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、最近よくちょくちょく佐々木チャンネルの方にいらっしゃってる。そうですね、はい、葉月和弘さん、はじめまして、習志野スペクター総会長、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。兄貴、よろしくお願いします。お願いします。葉月さんはもう入れ墨男子ですよね。はい、こういう言い方あれですけど、入れ墨男子ですよね。入れ墨男子。いや、好きではないですけど、結局入れ墨ってやっぱ劣等感の裏返しなんで、俺にとって。だから、なんだろう、好きではないんですけど、ただ劣等感が強いんで、俺はやっぱ背が低いし。だからその裏返しだから、あんまりかっこいいとは思ってないですね。自慢ではないです。うん、だから自信のなさの裏返しだ。今そういうお話出ましたけど、はい、水木さんの場合、もう一回この自分は、私はなぜ入れ墨を入れるのか、これちょっともう抽象的でも何でもいいんで、自分の思いをちょっと語ってもらえると。もう私の場合はやっぱり私の一部になってるんですよね。こうもこれがやっぱないと私じゃないとやっぱ思ってるので、もうなんて言うんだろう、もう生活の一部だし、私の一部っていう、まあ、分身みたいな、そういう存在です。はい、はい、まあ、モデルやってる時は皆さんにこう 見てもらえるけど、普段というのは、はい、どう楽しむって言ったら変ですけど、鏡見て毎日こう、おーってなる。あとはやっぱ撮りためていただいた写真があるので、背中は見えないので、自分ではなかなか、もうその写真をいつも見てます。はずきさん、先ほどコンプレックスの裏返し的な話されましたけど、入れた入れ墨、自分でこうちゃんとチェックしたり見たりは、それはするんですか？しませんよ。しません。逆に気持ち悪いな、こうやって言ってた。結構俺、自分の背中あんま見たことないですからね。でも、先輩によく言われましたよ。お前ならこうじゃなくてダボハゼだなって言われますけど。で、今日はですね、佐々木さん。はい。なんか水木さんが、その入れ墨モデルとはこうなんだっていう感じで、はい、お願いしたところ、はい、ちょっとちらっと、はい、触りだけですけど、はい、見せていただけると。そうですね。宝物である彼女の入れ墨と、はい、普段どんな感じでポーズ取ってるのかなっていうのをちょっとね。さあ、そうですね、はい、本当にさっきもグラビアアイドルとかそういうの言ってたけど、はい、グラビアアイドルとか雑誌によく載ってる女性が水着姿でいるのは、あれ何アイドルとか一切わからないんですよ。だから今日はそのグラビアアイドルがどういうポーズを取ったり、どういうふうにしたりして生で見れるっていうのはすごいですね。いいっすね、はい、はい、じゃあお願いします。じゃあこの上のこっちで大丈夫ですか？大丈夫です、はい、乗ってください。じゃあどっちから行きましょうか。ちょっとたまに絵をアップにしたりしてもいいですか？あ、大丈夫です、はい、大丈夫です。じゃあ上から脱がさせていただきます。なんか前回もそうだったけど、なんか女性がこう、いくら水着とはいえ、なんか生着替えさせて、生でこう、一枚一枚脱いでいくと、なんかちょっとね。そうですね。はい。ありがとうございます。おぉ、すごいね。おぉ、いきなり。だから、畳んだのはいいけど、畳み方がもろ雑誌ですけど。中期で。あ、なるほどね。こう見た目よくなる。ありがとうございます。これはすごいですね。ご一数ですね。やっぱ一緒やもんな、入れ墨は。はい、こんな感じ、後ろがこうですね。すごいっすね。がっつり入ってるんですね。そうですね、はい、結構がっつり入れてます。ちょっと首筋なんか見せてもらっていいですか？そこか駆け上げる感じで。はい、ありがとうございます。ああ、すごいですね、やっぱり。ほとんど後ろはもう手彫りなので。あ、そうなん、手彫りなんですね。そここだわってんですね。手彫りですか？手彫りです。ああ、すごいですね。あ、ヒップもがっつり。いやー、いいっすね。あと前。前が、足。前はこの辺、綺麗ですね。しかもこれ。綺麗ですね。色は、結構派手ですよね。オレンジがいいですね。足もこれいいですね。そうです、足も入ってますね。ご利益もグッズばっかなんですけど、やっぱこの入れ墨一個一個にちゃんと自分で込めたこう意味とか思いがあるんですね。このパンツをちょっとペロッとみたいですね。この下もパンツ履いてるんですけど。
この下もパンツが入って、これ水着なので。そのあとこの下がちらっとここに蝶々が見えるから、このやっぱシャバいいですよね。無料ですからね、これ。無料です。あとここに、ここに股を開くとここに桜が、これも全部手彫りで入れていただきました。すごいな。でもその辺痛いんじゃないですか。痛くないんですよ、逆に気持ちよくなっちゃうんですよね。ちなみにそのお腹のその文字は何でしょう。それこれですか。これは自分の生まれ年の、はい、あの凡字凡字です、ね、あなんかでも入れ墨の入り口で女性が彫るのが凡字が多いですね、はい、そうですね、あの守りになるの、守りになるのですよね、はい、みんなのそういう人。それでやっぱグラビアのあのポーズとかだったら、私の場合はもう背中がメインなので、はい、こういう感じに、ああ、こうなったりいいっすね。参ったご一緒ですね、アンジー。まあ、入ったっすね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとだけこの格好でお話少し最後に伺ってって感じでよろしいですかね。ちなみに今の葉月さんの動きは、あの、バンになっちゃうんですよ。バンですよね。はい。あの、前、あ、そうで。いや、全然大丈夫。たけしの、これライブだったらショートで、こう、こっちで、あの、なんだっけ、たけしがなんかこう、なんかを磨いてたんですよ。俺、ショートを撮るために、わざとバズるかなと思って。あ、そのダメだ。で、後ろから行って、たけしがずっとこうやってやってんのね。バーって言ったら、なんだよ、なんかお前やこんな街中でやってるかと思ったと思ったら、それがもうダメだったんですね。あ、じゃあ違うんですよ。いや、大丈夫です。ここにモザイクかけるの大丈夫。あ、そうですね、マジで。わかりました。いや、本当ありがとうございました。ありがとうございました。あの、今後の、何ですかね、この入れ墨女子っていうか、そのプロデュースする中で、なんか、キンキンの予定とかあるんですか。キンキンですと、はい、昨日イベントを終わらせていただいて、はい、3月にまた写真展、入れ墨の写真展がありますので、もしよかったらお二人で。どこで。川崎です。あ、そうですか。ぜひキャバクラさんで。3月ですよね。はい、それぜひ撮った写真とか全部飾ってあるんですか。飾ってますから。ぜひぜひいらしてください。ぜひよろしくお願いします。その時 YouTube 撮って大丈夫ですか。全然大丈夫です。その時俺と葉月さん2人でね、YouTube 撮りながら行きましょう。あ、お願いします。いや、女の子も呼びますので。ああ、ぜひ。よろしくお願いします。ちなみになんでこの腕とか肩は胸とかこの辺は入れないんですか。なんかあって、私の場合は、はい、あの露出がやっぱ好きなので、はい、夏場露出したいので極力見えない位置に入れといてはいるんですよね。じゃあね、あのやっぱ職質がすごく、うん、ちょっとやっぱワブルの場合はやっぱ職質によく合うので、はい、どうしても職質めんどくさいですもんね、いちいち。いや、僕はもう今職質来てほしいのに来てくれないんですよ。昔はやっぱしょっちゅうでした。昔は来てほしくないから来るんですよ。ああ、逆にね。今はもうわざとこう睨みながらこうわざと飯通らすんですけど来ないんですよ。不思議だな、やっぱ日本の警察俺すげえなと思ったのそういうとこですね。川崎はないんですけど、東京はやっぱ渋谷とか入るともうすぐ職質買いますね。やっぱ女の子と一緒に連れて歩いてると。あ、そうですか。モデルちゃんも連れて歩いてる。僕この5年間一回も職質に会ってないんですよね。やっぱ警察の方に聞いたら、入れ墨入ってたりタトゥー入ってるとその職質声かける対象にはなってって言ってました。あ、そうですか。なってるって言ってました。じゃあ今度シール貼っちゃおうかここにあの、こすると落ちるようなあのシール貼って。なるほど。葉月さんあの今日はラフな格好ですけど。あ、そうですね。ね、でもほら、いや、今日佐々木さんと会えると思ってなかった。佐々木さんだときは背広で行くといいと思います。あの背広すごいじゃないですか、ハットかぶって。はい、あれどうなんですか。あれ逆に職質されないんですか。あのスーツバッチリ着てると職質はどうなんですか。いや、されないですね。されないですよね。だからいつもお前さんに言って、おい、くるれ頑張ってるかって言いますね逆にね、逆になるほど、なるほど。今の日本ですね、ちょっと真面目な話ですけど、昨日ワールドカップ終わりましたけど、もうヨーロッパとかのとか世界の選手もバリバリタトゥー入ってるじゃないですか。です、ね、うん、平気で見せて、審判も入ってるし監督も入ってるし。でも日本はやっぱりまだタブー的な部分を感じます、日本の社会に。そうですね、やっぱまだ職業差別ですか、そういうのもありますし、はいはい、やっぱりまだどうしてもイメージ的に悪いイメージがついてますので、それをなるべく変えるように活動していきたいと思っています。なるほど、はい、わかりました。
今日はありがとうございます。最後に佐々木さん、ちょっと締めお願いします。締めというよりも、自分ちょっと水木さんに聞きたいのは、入り墨入れて、多分今まで波乱万丈の人生を送ってきて、いろんな男性と付き合ってきたと思うんですけど、こいつだけはやばかったなっていう男性のエピソードがあったら、ちょっと言ってほしいですね。ありそうですね。はい、私16の時に付き合ってた方が、はい、もうあの現役の方で、はい、それこそ16で付き合った時43だったんです。相手がですか？相手が、はい、そこでもうあのセックスの全て教えていただいたので、はいはい、だそれこそもうそこで全部叩き込まれた。アナルセックスとか何か、はい、全部覚えさせていただきました。アナルも ちなみにその時はもうあの変なもん体に入れてましたか？はい、ああなるほどですね、はい、16で、はい、あなるほどね、はい、まあそういった、あ、まあ、じゃあもう若くしてそう叩き込まれて41歳の現役の人に一緒にパクられたのです。ちなみに水木さんその経験は期間どのくらいだったんですか？16の時に覚えて捕まるまでだったので1年でも1年ぐらいですか？1年ぐらい。それからずっとやってないですか？やってないです。わすごいですね。まあ、これからね、はい、水木さんを通してまたこのうちのチャンネルでも、第4、第5っていう入れ墨女子のシリーズみんな紹介してくれて撮っていけたらいいかなと思ってます、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。